体操の礼。体操の礼は、日本において、国の儀式として行われる天皇の葬儀。もは、失う、という原義から人の死、さらにその追悼と葬儀を意味する字であり、体操で、君主死と、その福元葬儀を意味する。日本では、体操だけで、天皇の宝御と、連想を指す。反対語は、君主、天皇の即位を指す、大天。 現日本国憲法下において、天皇の葬儀は、皇室天範第25条の規定に基づき国の儀式、国事行為として取り行われる、体操の例と皇室の儀式として取り行われる、大葬儀とに区別される。日本国憲法20条3項が、政教分離原則を定めることから、国家の宗教的中立性を保つため、国の儀式として行われる、 体操の礼は特定の宗教による儀式とされない。皇室の私的な儀式とされた大葬儀は皇室祭祀の神道儀礼に則っ,って執り行われる。皇室の葬儀は、飛鳥カ時代、奈良時代、江戸時代まで仏教寺院にての仏式の葬儀が行われていた。公明天皇の三年祭の際に新式が復古され、神道式で執り行われるようになった。 日本国憲法下における、政教分離原則に基づく区別は、1989年、平成元年2月24日に行われた、昭和天皇の葬儀の時に定められ、皇居から僧上が設営された新宿御苑までの、僧列、僧場における儀式の一部、新宿御苑から墓所が置かれる、武蔵陵墓地までの僧列が、大操の例とされた、平成元年内閣国時第4号。 昭和天皇の体操の礼の催木に関する件、同時に皇室の私的な儀式として大葬儀を行うという形式が取られた。1912年、明治45年7月30日に崩御した明治天皇の大葬儀は、同年、大正元年9月13日に行われた。葬儀は、帝国陸軍連平場、現在の神宮外苑にて取り行われ、翌9月14日に、 富士見桃山寮に埋葬された。諸外国の皇族、特派施設の一覧は、1912年、大正元年9月14日付、官報妨害に掲載されている。国旗及び役職名は1912年当時の、もので、氏名、役職名は、官報の記載に準じる。このほか、イギリスの中国艦隊から、海軍議場兵500名が派遣された。 1926年、大正15年12月25日に放御した大正天皇の大葬儀は、翌1927年、昭和2年2月7日から翌2月8日にかけて行われた。大葬儀は2月7日夜に、天皇の霊宮を乗せた牛車を中心として組まれた列が宮城、現、皇居正門を出発することに始まった。 九州の伝統に従って夜間に取り行われたため、創列は、松明や、かがり火をが照らす中を進行した。葬儀は、新宿御苑にて取り行われ、霊宮は、新宿御苑仮停車場東浅川仮停車場に、体操列車を運転して、鉄道で運ばれた。1989年、昭和64年1月7日に崩御した、昭和天皇のの礼は、同年。 平成元年2月24日に内閣の主催、体操の霊委員会委員長、竹下登内閣総理大臣により行われた。体操の霊は、当日午前9時35分に昭和天皇の霊宮を乗せた自社、自社、霊宮車を中心として組まれた総列、車30台、サイドカー30台の車列、全長約800メートルが、宮内庁落部による、雅楽、 総民学と陸上自衛隊による21発の長宝に送られて雨の降る皇居正門を出発することに始まった。出発前には皇室の儀式、大葬儀である連葬の儀の一部である自社発印の儀、自社発院の儀が取り行われ、出発をもって国の儀式である体操の例が始まった。宋列は宋奏曲、愛の曲が総学される中、桜田門を通り、 沿道に集まった約20万人の人々の間を進み、国会議事、道真坂戸前、建成記念館前、三宅坂、赤坂見つけ、青山一丁目、外苑前、青山三丁目を経て、新宿御苑の総上総門まで到着した。到着後、昭和天皇の礼宮は、寺社から、帰還連、宗還連、天皇が用いる屋上に、ネギ坊主、 木か形の吉祥飾りをつけた古紙に移され、鈍色の遺憾丹という古式の小族をつけた、皇宮護衛官が古紙帝として、これを担ぐ、徒歩列が組まれた。徒歩列は、画学がそされる中、白木造りの創上殿に入り、霊殿、霊宮が収められた木か殿を安置された。ここで、万門門に見立てられた黒一式の万幕が閉じられて、鳥居などが設置され、国の儀式である、 大僧の礼から皇室の儀式である大僧儀が取り行われ、連僧の儀、埋葬当日の儀式のうち、僧上殿の儀が取り行われることとなった。僧上殿の儀では、伝宣兵、兵白を報じる神道儀礼や天皇の拝礼、天皇による五類、恩類、長寺の僧上、皇后をはじめとする皇族や親族の拝礼が玄屋がに営まれた。 総上殿の儀が営まれた後、再び万門が閉じられ鳥居塔が外され、内閣官房長官、小渕恵三が、体操の礼五式を挙行いたします。と開式を告げることで、国の儀式である、体操の礼は始められた。ついで、天皇と皇后が総上殿前に進み、正午から一分間の黙祷が行われた。黙祷の後、内閣総理大臣の竹下登をはじめとした三、 県の長が拝礼の上で弔辞を述べ、外国元首、弔問施設の拝礼、参列者の一斉拝礼が行われ、総上殿における体操の礼は終了した。その後、午後1時40分から、再び総列を組み、四谷四丁目、新宿三丁目、新宿四丁目、首都高速道路4号新宿線発台で入り口、中央自動車道八王子インターチェンジを経て、 午後3時15分に、両所が置かれる、武蔵領墓地に着いた。両所では再び徒歩列が組まれて、皇室の儀式として、両所の儀害と名まれ、昭和天皇の霊宮が三笹に収められた。この領は、武蔵の領と名付けられた。大僧の礼の当日は、高休日となった、平成元年法律第四号、昭和天皇の大僧の礼の行われる日を休日と、する法律。 なお都心は雨であった。各地では、長期、半期が形容されたほか、全国のテレビラジオ放送を、NHK 教育テレビ NHK ラジオ第2を除くも、報道特別番組が編成され、民間企業の CM は自粛され、公共広告機構、現 AC ジャパンの CM に差し替えられた。また、多くの公共施設が休館となり、多くのデパート、映画館なども休業した。 富士テレビのドキュメンタリー番組、世界が日本を見つめた日では、当日の報道特集を放送した。この日の全日体での総世帯視聴率、ハドは、浅間山層事件で、強行突入が行われた1972年228日に、匹敵する62.8%に達した。体操の例には、世界各国から国家元首、施設、大使等、 164カ国、EC 委員会を含む27機関の700人に及ぶ人々が参列し、聴聞外交も行われたとされる。また国内からは、皇族、三県の長とその配偶者、国会議員とその配偶者、幹部公務員、都道府県知事、各界の代表者等が参列した。参列者の範囲は、平成元年内閣告示第4号。 昭和天皇の体操の例の目に関する件による国旗は1989年当時のもの。また、諸外国及び国際機関の代表参列書の一覧は外交聖書1989年版に掲載されている。世界中の王室が参列したが、オランダ王室だけは欠席した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。